これまで30年以上にわたり、フィギュアスケートの大会での音響、そしてプログラム編集を手掛けてきた矢野圭一さん。羽生結弦の代表的プログラムの一つである、生命、や、昨年末の全日本選手権で披露された、天と地と、などの編曲も担当した人である。矢野さんのフィギュアスケートとの出会いは35年前。ヤマハに勤めていた時代に、1985年の NHK 杯で音響を担当したことだった。以来、主要大会で音響を担当し信頼を得ていった矢野さんのもとへ、88年に初めて、プログラムの楽曲の編集の依頼が訪れた。編曲を初めて手掛けたのは、伊藤みどりさんの88、89年のショートプログラム、華麗なる単語、でした。当時、ヤマハの生徒さんが作った曲を提供することになり、音響エンジニアとしてフルオーケストラのレコーディングを担当しました。その時に山田真知子先生が、ここでみどりがトリプルアクセルやるから、何かバーンという音が欲しいのよ、とおっしゃり、オーケストラのシンバル音を足したのを、よく覚えています。次にプログラム編集で関わったのは荒川静香だった。2003年に長野五輪5周年のエキシビションがあったのですが、ブーランドットの出だしの音が小さくて聞こえにくい、ということでした。冒頭がクラシックのすごく小さい音で、会場だと聞こえづらかったのです。その後は、高橋大輔、村上佳菜子、宇野昌磨などトップ選手の曲編集を依頼されるようになった矢野さん。中でも荒川同様に、曲の冒頭の音に関わる依頼は多かったという。羽生くんは、息のような、楽器音じゃないものがいい。羽生結弦の、生命、の出だしの音が、羽生自身の息であることは、ファンの間ではよく知られた話だ。生命、では、羽生くんが、きっかけ音を欲しいけれど、息のような、楽器音じゃないものがいい、ということでした。じゃあ、太鼓を叩く前にスーッと息を吸ってドンって叩く、みたいな感じかな、という話になり、最初は僕の息を録音して繋いだのです。そうしたら、1秒くらい長い方が良い、という話になり、ではゆずるくんのタイミングで始められるように、スマートフォンなどで録音したものを送ってくれたら、とお願いしたんです。3パターン送られてきて、僕が選ぶなんて勇気いるなぁ、と思っていたら、すぐに羽生くんから、やっぱり2番目にします、とメールが来て、ほとしました。ここでは、息の音をそのまま繋ぐのではなく、工夫もした。息の音があまり小さい音だと、海外の試合で単なるノイズだと思って切られてしまうかもしれません。それで、音楽の一部だとわかるようにリバーブ、残響、をかけて、元の曲との一体化を意識しました。冒頭音については、過去の経験が活かされているという。昔はこの冒頭の音に、ピッという機械音を入れる選手がいたんです。カタリナ、ビットのフラメンコにも、ピッという音がありました。1987年 NHK 杯の時に音響だった僕たちは、それがただの消し残しのノイズだと思って6ミリテープを切って捨てて、頭から音楽が鳴るようにしたんです。それで公式練習をしたら、ビットのコーチが来て、きっかけの音はどうした？あれがないと滑り出しができない。と。え、あれいるの？で、ゴミ箱からテープを拾ってくっつけ直しました。笑い。いい教訓でした。そういうこともあり、生命、の冒頭も、ノイズとは思われない工夫が必要だったんです。村上佳菜子は、シャキーンという音が欲しい。他にも、音楽性やストーリー性を高めるための効果音を足す。というのは、フィギュアスケートの編曲ならではだ。